ロボットチャンネルロボパパです。今日はなんと一人で小武蔵さんにやってきております。っていうのも、まあ、ママとたけるちゃんがね、今現在インフルエンザでダウンしているので、まあパパだけということになってます。で、まあその病気の二人にね、何か元気になってもらおうと、二人が喜ぶものをぜひゲットして帰りたいと思います。電話でそれぞれ欲しいものをザクッと聞いて、それをゲットするという企画にしたいと思います。じゃあ早速電話したいと思います。あ、もしもし。2つだけ条件を指定して、お母さんがね、それを取るわ。まあ一応いろいろあるから、まあ何でも言ってください。可愛くて役立つ。可愛くて役立つもの、楽しみにしてます。うん、はい、ママからの指定は可愛くて役立つものということで、ちょっと探してみたいと思います。ぬいぐるみはまあ可愛いんですけど、まあ、役に立つかって言ったら難しいところやな。どうしよっかな。可愛くて役に立つもの、フィギュアでもないし、ましてやおもちゃはちょっと違う。毛布か。まあちょっとこれも一つの候補としとこう。アナ雪のキャリーケース、ちょっとこれも候補に入れておきましょう。はい、というわけでいろいろ見た結果これにしました。ハローキティリボン付きキルトショルダーバッグ、これ喜ぶんじゃないかな。じゃあ行きます。これどうすんやろ。当たらへん。お、行った。お、ちょっと来たよ。来たかな。手前を狙います。あ、行くか。あ、ちょっと失敗した。かわしてしまった。ちょっと向こう側に落ちてしまいそう。なんとか救出しなければ。当たれ。あ、当たるか。え、さあ来い。どうなる。それ右の爪が機能しないんで左に行くしかないんやけど、あそこに当たって弾いて、あー無理か。ちょっと難しいか。さあどうなる。結構普通に持ち上げるんやけど。あ、無理かな。ちょっと置き直してもらいます。はい、置き直してもらいました。奥を狙っていこうかな。じゃないとおそらく向こうに落ちてしまうから、うーん、変わらずか。お、これで当たって、そしてそして当てて押そう。当たるかな。よしよし。これから厳しいな。はい、続いてトレジャーロードのスヌーピーのモコモコバニティケース狙っていきたいと思います。よし、じゃあ行きます。あれ、だいぶ流れるな。お、なんか出そう。あー、しまった。いらない、いらない。よし、よーし、来た。あー、しまった。動いちゃった。早すぎた。これでも結構狙いやすい。あー、さっきなんか微妙に。あ、あれ狙える、あれ。よし。あー、あんまり動かない。あー、もうそしてこう言ってもらうな。動かない、動かない、マジで。もしゲット。そうか。あ、そうか。よし、来た来た来た。よし来た。よし来た。お、動いた動いた。はい、ということでいっぱい取れましたね。本命はこのスヌーピーの化粧品とか入れるポーチかな、大きめの。これをママにプレゼントしたいと思います。はい、というわけでママの分は取れたんで、次たけるちゃんの分をちょっと電話して確認したいと思います。あ、もしもし。お母さんの分取れました。はい、次たけるちゃんの分、条件2つまででお願いします。何がいい。お菓子がいいって。お菓子だって言う。あ、じゃあお母さんが決めてあげて。
じゃあ、たけるは好きなお菓子。わかった。じゃあ、たけるちゃんの好きなお菓子を取りに行きたいと思います。はい、なかなか難しいね。はい、はい、じゃあ早速探したいと思います。たけるちゃんの好きなお菓子、ウッカとかもいいかなと思うけど、ちょっとチョコレートがね、あんまり食べれないんで。まあでも喜ぶっちゃ喜ぶかな。スナック菓子、こんなの良さそう。あとはキノコの山とか、あとチョコボールか、チョコバットね。ちょっとこれの中から選びたいと思います。はい、とりあえずフッカかな。1日ちょっとずつ食べてもらおうかな。これをまず狙っていきたいと思います。あ、角かな、向こう側かな。あ、ここまで。お、あっち当たらへんか。さあどうなる。で、台から下ろすけど、ちょっと手前を次は狙っていきたいと思います。そして、あ、奥が来た。奥を狙う。向こうにも当たらない。接触はないようです。あー、次手前が来るかなと思ったけど、ちょっとここゴムが多分ついてると思うんで滑らないんだ。難しいな。やっぱ手前を動かさないことには一番手前を狙います。え、持ち上げるな。めっちゃ持ち上げる。真ん中らへんをちょっとよくわからない。持ち上げたな、今。持ち上げる？で、手前やったら持ち上げるんかな、やっぱり。うわ、持ち上げる。めっちゃ持ち上げる。やばい。一番左にやって、あの辺を押す感じで。押せるかな？あ、押した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 。押した。これはいけそう。押すかな、もう一回。ちょっと左に行き過ぎた。お、押した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 。よしよしよし、これは行きそう。じゃあもう一回押していきたいと思います。さあどうなる。あんまり動かない。これでどうなる。あー、ちょっと来た。ほぼ真ん中。お、来そう、来そう、来そう。なかなか押して取れるのも珍しい、このタイプで。ただ、持ち上げてしまうのが怖いんで。あ、来た来た来た。これは来た。え、どう。これはゲット判定かな。ちょっと確認してみたいと思います。はい、というわけで先ほどのお菓子ゲット判定でした。これでたけるちゃんのプレゼントも無事ゲットしました。ということで早速家に帰って二人にプレゼントを渡してね、反応を見てみたいと思います。はい、帰ってまいりました。二人とも体調悪そうですね。大丈夫ですか。はい、まあ、こんな病気を吹っ飛ばすお土産を来ました。たけるちゃんのご要望は何でしたっけ。今回取ってきたのはじゃん、こちらブッカー。どう、チョコだけじゃない、チョコレート。タケちゃん、でもチョコレートはあんまりタケちゃんの体には良くないから、ちょっとずつ食べてください。どう、よかった、それでよかった。あれた、イエーイ。そしてママは何でしたっけ。可愛くて便利なもの、うん、可愛くて便利なもの。本当に選びました。選んだ、選んだ。行くで。こちら、ふざけんな。はい、どうぞ。何かわかりますか。うんちくん、スプリングドール。うんちくんは流行っとるけどさ、うん、何の役に立つこれは。可愛いやろ、癒し系やなあ、たけ。しかもさ、それ冗談やけど、冗談冗談。行くで。本当はこちら。やめてくれる。ちょっと見てでも、種類が違うんだぜ。知らんやん、そんな。種類が違うんだぜ。もう、種類がいっぱいあるんだぜ。アウト。で、続きまして、アウト。え、アウト。今何種類揃ったかな。アウトでございます。結構な種類あるから。え、これすごいやん、12種類も。はい、アウトでございます。アウト。はい、というわけで便利なものはね、売れてないということで、はい、はい、アウト。はい、アウト。なんでこんなにあるかわかる。何で取ったと思う。何で取った。キッシュは。キッシュ、うん、あ、わかったわかったわかった。トレジャーロード。
正解ということは大物があるわけね。そうそうそう、それがこちらでーす。じゃーん、見ていいですか。いいよ、これはまあまあ喜ぶんちゃうかな。じゃーん、あ、スヌーピーやん。いいやん。ほらほら、いいやろ。スヌーピーいいやんか。ほら可愛いやん。しかもこれ何やん、あの化粧、そう、化粧ポーチや。どう、いいやん、いいやん。化粧ポーチでーす。可愛い、これ使えるやろ。旅行にも持ってきてきた。鏡もついておる。あ、いいやいいやん。ロボパパにしてはやるやん。やるやろ。うん、本場は、うん、キティちゃんの肩掛けポーチがあったんやけど、うん、それ取れへんかった。あ、そう。難しかったんや。だから、いやいや、いいよいいよ。はい、感謝の言葉どうぞ。まあまあ、よくやったんじゃありませんか。たけりちゃん、よくやったやろ。はい、ということで今回はパッパの勘が冴え渡って二人ともお土産に納得していただけたでしょうか。まあまあな。まあまあね、はいはい。次回に期待しましょう、さらに、ね、次回、まあ次回また病気になって、まあ、これはこれでいただいて、はい、またね、病気になった時だけじゃなくてしてよ。いや、とりあえずインフルエンザを治してくれ。はい、というわけでこの動画少しでもよかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。 Twitter、インスタ、TikTok フォローよろしくお願いします。それではバイバイ。